どうしたんだい？寒いのは嫌い？今日はお出かけだ。私たちは儀式を行うんだよ。ほら、これを。娘のものだ。よし。今日はメイメイの儀式の日だよ。だが女神は答えるだろうか。普通なら母親が名付けるんだが、お前にはいない。村人すべてが参加し、長老が儀式を執り行う。だが我らは異端者だ。それでもしきたりは守らねば。出なければ信仰心のないものになってしまうだろう。古の者たちのようにな。邪悪さが破滅をもたらしたのだ。そして我らに恐ろしいものを残した。空や水、大地、そして鉄の巨人。獣の狩りと機械の狩りは全く別のものだ。彼らの力を私たちは敬わねば。いずれお前にも教えよう。大長老ティルサ様、どうしてここに？儀式を禁ずるつもりか？ほらほら、立ちなさい。もう時間ですよ。それから喋ってもよいですよ。まさか祝福をお与えに？その子を授けてから半年が過ぎたでしょ。でも我らは異端者です。ええ、そうですが。でもその子は。私は大長老です。自由に祝福できる。では慎んで。ええ、ええ、さあほら、儀式の準備を。さあ、女神よ、この幼子に名前をお与えください。あなたの尊き愛がこの子を温めてくださいますよう。さあ、この子の名を。アロイ。今この子の名は祝福されました。今すぐにやめい。何をしている？何祝福を与えました？この頑固者め、あれは呪われておる。貴様、あれの生まれについて何を聞いた？答えよ。私は言われたことをしたまで。育てろと言ったのだ。愛情を注げとは言っておらん。ランス、なんてことを。ノラ族の一員でもない。私はノラを守る。そしてお前も。いいか、どこへ行こうとそばにいよう。
どうも、ヒュンヒュンです。ということで、ホライズンやってまいりましたね。発売日は2018年なんですけど、PS4 買ったらね、ついてきたので、ちょっと待ってね、画面がね、いちいち消えるんだよね。なんだこれ。大丈夫かな。あ、よし。でね、そう、PS4 Pro をね、買ったら、ついてきたので、それでやっていきたいと思います。Horizon Zero Dawn と、ドーンかな。まあ、ダウンかな、多分。いや、ドーンか。ゼロドーン。はい、ではやっていきたいんですが、なんかすごいね、難易度がね、めちゃめちゃあるんだよね。ストーリーを楽しみたい人向け、ストーリーと探索、どっちも楽しみたい人。ノーマルが一番いいと思うんだ。で、これが、要するに、これはあれだね。そのアーロイって最初に言ってたんだけど、だからこの主人公の武器が弱くなって、プラス多分アイテム買うときに多分値段が高すぎて買えなくなっちゃうみたいな、そんな感じかな。いつかやってもいいな。千元言語の地球、失われた文明の遺跡は自然に帰り、人類の新たな生態系の覇権は奪われ、今はまあ機械たちがね、生態系の一番上になっちゃったって感じかな。アーロイ、アーロイ、6年後だって。あら、いっぱい取れたわね。ノラの母親、ノラ。バズとは木の実探しが上手なのね。それじゃもう少し探していらっしゃい。上出来よ、いい子ね。これは流れがわかる。みんな、いらっしゃい。あの子は異端児よ。話しちゃダメ。ほら、よし。ああ、さあ、ほら。そう。子供の時からね、こんなことされてたらもう。ちょっと待ってね、操作できそう。いや、できないか。私だ。やっていきましょう。操作感覚はメタルギアと大して変わんなそう。走るがあるな。まあ走んなくていいか。ちょっと待ってね。すっごく狭い。でも通れそう。これ？あ、四角でしゃがむんだって。はあ、はあ。R2で殴る。もともと鉄の世界だったんだ。大昔の場所。なるほど。そこ通れそうだな。こういうとこには絶対来るなってロストが言ってた。ダメじゃん。でも出口を見つけないと。確かに。椅子とか、あれ？なんかあれだね、現代的というか、椅子とかがある。ほら、なんか鉄の世界ってあれかな、俺たちの時代みたいな、だからそのホテルとかさ、そういうのがあった時代のこと言ってるのかな。
で、こういう階段とかすごい現代的な感じがする。これなんかロッカーでしょ、だってこれ。右かな。右だなこれ。奥の方に何かある。マジ、ちょっと俺には見えない。あれは何？どれ？死んでる。え？どれ？あ、これ？あ、これか。はいはい。本当だ。ミイラ化してるね。キラキラしたのがあるよ。奇妙な装置？装置？あ、本当なんかついてる。ああ、ホラーゲーム？ふ。お服ついた。なんだこれ。なんか今張り付いたね。お？すごい。これは過去のあれか。光がそこら中に。これどうなってるの？フォーカスでオンオフできる。はいはいはい。これでなんかこうね、光が見えるようになる。R3 を押すといいようだな。鉄の扉閉まってる。フォーカス。これを使えばなんとかなるかな。強固な防爆扉。過去からの贈り物。装置で部屋をスキャンする。さて、スキャンは待ってね。また光、これなんだろう。扉に繋がっているみたいだけど。なるほど。すごいな。これであれだよね。なんかいろいろできそうだよね。壁貫通していろいろ見えてるよ。だって。こっちか。これか？これかっていうか、この、多分この黄色いやつにね、向かっていけばいいんだね。ちょっと待って。時計回り。ああ、わかった。これをやりながらできねえよ。回転。とりあえず回転してみよう。色が変わった。なるほど。なんか謎解きっていうわけではなかった。さあさあ走っていく。なかなかのスピード。色も変わったよ。お、本当だ。すげえ。出口かな。あれはなんだ。音声ログ。エヴァンズ主任、ブラッククォーツの暗号が USRC からメッセージをホログリッドに送りました。おー、なんか本当にこれ昔の時代のやつなのかな。これは多分ちょっとね、これやってるとね、移動速度が低下しちゃうんだよね。まだハイライト。ハイライトするとあれか。多分こうやってやって、あそこにいるよーってできるんだ。ハイライト消して。なるほど、OK。だいたい操作方法分かってきた。あれ何？ん？戻ってきた？これ。来たな。誕生日おめでとう、アイサック。パパはお前を心から愛しているよ。なあ、パパは一緒にいられないんだ。髪の毛がすごいな。それでもパーティーはできるよな。そうだろう。ねえ、もう一回見せて。いっぱいだ。俺一緒にいるぞ。ああ、来たな。誕生日おめでとう、アイサック。パパはお前を心から愛しているよ。
なあ、パパは一緒にいられないんだ。でも、それでもパーティーはできるよな。そうだろう。お誕生日おめでとう、アイザック。パパはお前を心から愛しているよ。この主人公はどういう出生というか、その生い立ちっていうかさ、わかんないよね。めちゃめちゃ嫌われてるし、他の奴らに。どういうことなんだろうな。しかもね、どういう理由で育てたかっていうのもちょっとわかんないよね。まあさすがにこれまだチュートリアルだから、それでわかったらやばいけど。なんでこんなとこで？何か？何があったの？データ破損、自由度。それにマチュピチュ、あそこに行きたかった。ずっとね、オーウェンと一緒に行けばよかった。本当バカ。言っとけば、もう。過去の遺産というか、なんか世界観がいまいち。しかしちょっとワクワクするな。来てくれたんだ。ここだよ。今行く。待ってて。大いなる母よ。さあほら捕まって。あそこには行っちゃいけない。ほら。うおー、すごい。アーロイ、ここは禁じられた場所だ。落ちちゃったの？あれは鉄の世界の。それは何だ？別に。下にあったのか？うん。渡しなさい。やだ。アーロイ、それは危険なものだ。いや。そうか、そうやってこっそり抜け出すなら、荒野で生きる方法を学ばねば。来なさい。帰るぞ。だが明日からは狩りの特訓をする。なるほど、いい人だ。しっかり子供のねことを考えてるっていうのがいいな。弓だね。もうそのおもちゃとは話すな。さあ谷を下るぞ。おいで。待てね、弓がさ今左手にさついてなかった。なんかちょっと今ロマンを感じる、その使い方は。アーロイ、荒野は危険だらけだ。そばを離れず言う通りにしろ。イエスサー。分かってる。さあ、昨日お前は落っこちて怪我をしたろ。まずは手当てだ。この袋を持って薬を集めるぞ。この植物見てみろ。これは安らぎの花。ほら、こいつの実を集めてこい。これか。おい、よし、食べてみろ。いや、まずそうだけどな。苦いかもしれんが、命を救って。まあ、ようやく口逃がしとか言うからな。常にいっぱいにしておけ。薬効のある実や花でな。ここはどこ？この谷は安息の地の一部にすぎ。安息の地？野良族がこの地を守り、危険な機械を追い払っている。普段はな。なるほど。
これいろいろ見えるな。でもここ下流の先で機械の上を探して狩りを教えてやる。危ない機械？機械は皆危険だ。奴らを甘く見てはならん。だが私が一緒だ。なるほど。弓はどこだ？弓は、うん、アーロイ、機械が来るぞ。かがんで背の高い草に身を隠すんだ。これか。すごいね、よく分かったね、機械が来るなんて。いたぞ、かがむんだ。ちっちゃいの。アーロイ、待て。あの機械はウォッチャーというやつだ。この荒野で生き延びたかったら奴らに絶対見つかってはならん。教えてやろう。私の言う通りやってみるんだ。なるほど。動くな、じっと待つんだ。かがんだまま、あの背の高い草までついてこい。オッケー。おっと、もう一匹。待つぞ。前から来るのかな。さあ、こっちに来い。ゆっくり動けば音も立てずに済む。それにかがんでいる方が静かだろう。確かに。待つんだ。また一匹いるぞ。今ので最後だ。進もう。よし。あ、あれか。この機械で見ればよかったな。どういう感じか。よくやった。気づかれなかったな。やり過ごすんだな。離れるな。群れはこの先だ。ひょこんでも。あ、じゃあこの目が開いてるときはバレちゃうよと。感じかな。お、なんかいる。やば。あれは誰？無視するんだ。え、無視？なんであそこに？ねえ、笑ってるよ。デブ、ほら戻っておいで。デブ、どこだ？無視しろ。いいか、彼は部族の人間だ。部族が嫌いなのかもよ。愚かなことだな。さてと、群れを探そう。来い。いまいちわからない。あ、群れいっぱいいるじゃん。あ、やがら、これは多分弓のために使うやつかな。弓矢の矢を作るために使う素材な感じが。見ろ、あいつはストライダーだ。ストライダー、名前は強そうだがな。はあ、け。逃げちゃったよ。やつらは人間に気づくとすぐに逃げてしまう。覚えたね。なるほど。だからこっそり近づくんだ。平気だ。谷の先で追いつくだろう。見てろ。おーい。じゃあ、お前の手のひらくらいの大きさの石を探せ。石やった。言う通りにしろ。石を集めたら使い方を教えよう。よし、あと1個かな。いいぞ。それでいい。オッケー。こっちだ。今立てている音の、はあ、はあ、これか。これは何ですか。ちょっと待ってくださいね。これも石ですね。何個持てんのかな。限界値知っとくべきだったな。まあ3個でいいって言ってるし大丈夫でしょう。群れがいたぞ。よし、それじゃあ石を投げるぞ。でも石じゃ機械は倒せないんでしょ。ああ、だが気をそらせて罠に誘い込む。ああ、なるほどね。例えばあそこのウォッチャー倒さなければ群れに警告されて近づく前に逃げられてしまうだろう。
警告？どうやって？機械は意思疎通できるんだ。素早く仕留めないといけない。私が合図したら、この尾根から石を投げてウォッチャーを引きつけるんだ。合図を待つんだ。どこに投げればいいんですか？ここ？狙う先。ごめん、長押しだったんで。ハーロイ、こっちに石を投げろ。はい。爆速で投げちゃって。なるほど。やられる前にやるみたいな。よし、もう安全だ。来い。理解した。よいしょ。ちょっと石を一個拾わせて。獲物を解体して矢を作るぞ。長押しでウォッチャーを調べる。すべて取る。よし、それじゃあそこでヤガラの木の茎を集めるんだ。はいよ。さっきでも俺4個ぐらい作ったあれだったけど。走る。矢の軸に茎を使う。走る。矢尻には鉄のシャードだ。L1 長押しで武器メニューを開く。ラストオブアースを思い出しますね。よし、作り方さえ覚えておけば矢に困ることはない。はいはい、その矢を使ってみるぞ。来い。狙うは L2。 矢だね。ちゃんとした矢じゃない、弓か。弓だね。おしゃがむ。いいか、草の中でかがんで音を消せ。あ、こうするとあれだね、見えなくなるね。いよいよ初めての獲物を仕留める時だ。君立ってますよ。ストライダーだ。機械にしては弱い方だ。なるほど。だが弱い機械とはいえハンターを殺せる。絶対油断するなよ。なんか肉質だな。表面が硬くても弱点は必ずどこかにある。例えば目だ。他はどこかな。なるほど、ドヤ顔。あれだな、弱点なの。ほい、いいぞ、その位置だ。ほい、ほい、もう一度。結構ダメージ必要だね。矢が意外とダメージ出てびっくりした。今日はよくやった。だがまだ先は長い。待って、これは続きはまた明日やろう。ブレイズ、今のは。あの子、英雄の小道を走ってる。ついてこい、急げ。はい、ちょっと待ってね、わかんない。義勇の道とはまだまだわからないことが多いですね。とりあえずね、このロストについていくということで。弓がね、とんでもない速度で飛ぶんだよね。これすげえわ。ちょっとメタルギアサバイブ感あるかもな。その倒して素材回収して弾作ってとか、そういう。どこだ？あれ、さっきの。うわ、痛すぎ。うわはは、右腕やっ、いやー痛い、それは。手出しはできない。なぜ？あの少年が機械に見つかって殺されるのは時間の問題だろう。ここで撃てばあれは暴走し踏み潰されてしまう。弱点が見える。でも進む道が分かるの。嘘をつくのはやめなさい。やめるんだ。アロイ、
後で怒られそう。まあ、これはね余裕。ウォッチャーをスキャンしたら R1 で巡回ルート、違うな、なるほど、音を立てないようにしないと、なるほどな、すげえ。これをだからこう行くから、これの後ろをこう行く感じな。見られたらダメで、隠れて回収からの、あれだよね、これを巡回ルートを確認して、他のはいないと。そうね、だからこれでね、帰るときに行けばいいんだ。機械だからかね、単調というか動きがね。弱点は目のようだ。それ以外弱点がない。これはなんだ、安らぎのやつか。気をつけないと。よし、で音が立てちゃうから、あれを、どういう感じに行けばいいんだこれ。今か、どっちに行くか見てないと。そこでちょっと見て、多分帰ってくるから。もうちょっと。お、こんなところにアイテムがあるじゃないか。いや、拾うのはこれが行ってからにしよう。さて、とりあえずこの右に隠れたいな。左だとちょっと危険だ。二人見る羽目になる。今だな。しかもアイテムをもらえる。でかい。痛い。いや、助けに来たよ。右手治ってんじゃん。ついてきて。逃げる道はそっち。中に入る。どうやって避けたの？ちょっと待ってなさい。今です。どうやってこんなこと。ちょっと待ってなさい。敵は周りにはいない。どういう、これぐるーって回ってくるんか、こいつ。危ない危ない、今の言ってたらまずかった。今です。今です。すまんな。それはおもちゃじゃないのか。待って、女神様の祝福をあなた方に。その子、おかげだ。
僕は。おい、口を閉じていろ。こいつらは異端者だ。その子は母なし子だぞ。行くぞ、母の源へ。母親がいないのが異端者なのかもしれないな。あ、来い。痛い。異端者と話してはダメなんだよ。へぇ。起きてで禁じられてる。さあ帰るぞ。こっちだ。道はわかる。なるほど。口を閉じてろ。おい、口を閉じてろ。口を閉じてろ。おい、口を閉じてろ。痛い。今のは痛いぞ。こっちに来るな、母なしごめ。お、なんかそれっぽいの出てきたな。強い。アーロイの反応を選択するとかできる。ハートを選ぶと信念や賢明なアクション、賢明なアクションだろ。もうさ、この俺が最強だ。おい、勝てると思うな。石を投げちゃいけないなんて。血が出てる。さあ見せなさい。ほら、じっとして拭いてやる。なぜ、なぜ私は異端児なの。アーロイ、今その話は。私のお母さんは誰。アーロイ、前にも言ったが、知るべきことじゃないんだ。ババ様が連れてきた時、お前は赤子だった。ババ様たちは知ってる。難しい話なんだ。でも知ってるの。私たちは異端者なんだよ。じゃあどうすれば教えてくれるの。長老が。方法はなくもないが。じゃあ教えてよ。でも危険だ。なんで。何年も訓練しなければならない。そんなの平気。どうすればいいの。教えて。試練に出ろ。毎年行われる通過儀礼だ。合格者は義勇兵となる。だが勝者になれば長老が願いを聞き入れる。願い。そうだ、勝者が望むものは何でも。私やるよ。絶対やるもん。勝ってみせるよ。なるほど。なら訓練しないとな。訓練は大変だし、何年もかかることだぞ。じゃあ始めようね。来て。はあ、おお、俺だったら落ちてたな。
めっちゃ成長したやん。めっちゃ強くなってんだけど。いや、ちょっと待ってね。スタイリッシュだな。ハードより強いなんても存在しないでしょ、ここまで。いやー、かっこよくなっちゃってね。ロスト？ロスト？ロスト？一体どこ？試練の2日前なのに私を置いていったらしくない。スキルポイントなどなどいただきましたと。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。この動画を見てね、もしなかなか面白いなとか思ってくれたらチャンネル登録高評価をお願いします。じゃ、またね。